開口一番夢一番ラジオラウンドテーブル。この番組は後楽園花春酒造の提供でお送りいたします。開口一番夢一番ラジオラウンドテーブル。この番組は後楽園会長そして花春酒造社長新田伝さんとともに夢を語りながらお送りしています。新田さん、今週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ゲストは郡山市にあります花春酒蔵かっぱのおかみ渡辺恵子さん。おかみ、よろしくお願いしますね。よろしくお願いします。まあ、先週聞いてびっくりしたんですが、花春酒造をね、というのが、まあ、看板について、読み方は花春酒蔵なんですが、特にね、あの花春酒造から直接こうなんか支援金をいただいてやっているお店ではないんですよね。違いますね。はい、はい、いや本当にびっくりしました。あの新田さんは何回か行ったことありますか？はい、いやもう昔ね、はい、何回か行って最近行ってなかったもんですからね、ちょっとこの間行ってきたんですよ。ほで昔と変わらないイメージなんでね、はい、だから素晴らしいなと、うん、あの雰囲気をずっと保っていけるというのはね、はい、やっぱり我々に分からない努力がないとね、うん、そういう雰囲気を保つことできないでしょうね。そうでしょうね。はい、で改めてね、はい、今回この番組を通じて、花春酒蔵っていうねいきさつを聞きましたのでね、はい、これからは新しい酒を作った時に、やっぱり直営店じゃありませんけど、はいはい、そこが直営店だと思って、うん、新しい酒をねまずはかっぱさんで試してもらうというようなあの使い方もさせていただくこともできるかもしれませんね。そうですね、はいはい、失礼ですけど日本酒は花春以外には何か置いてらっしゃるんですか？いえ、65年ずっと花春さんだけですね、はい、そのこだわりはどういうところから出てきたんですか？私ね嫁だからちょっとその辺のこだわりはよくわからない。でも先代も夫もあの花春さん一筋でしたね。他に何か新しい酒を置こうっていうことは一切考えてなかったですね。私ね、はい、花春の社長やって3年目ですけど、はい、今日初めてね、はい、そういうことを聞いたんだね、もう大変申し訳ない、誰にも私に教えてくれるものがいなかったんですね。でこんなにありがたい話ないじゃないですか。そうですね、花春酒一筋でやってくれてるわけですから、はい、でそういったことがすぐ社長に伝わってない、花春ちょっとこれはね今後反省しなきゃいけないですね。あ、なるほどね、そうか、この番組で今日初めて分かりました。ああ、そうですね、まあ、ありがたいですよね、花春の、ね、はい、新社長としてはこれからね そういったものに感謝をして、そうですよね、そういう情報がどんどん自分のところに入ってくるようなね、はい、そういうやっぱりこう組織でありたいですよね。そうですよね、はい、はい、さあそして、まあ昭和29年後楽園と同じ年に創業の花春酒蔵かっぱなんですが、ちょっとメニューといいますか特徴をお店のおかみ紹介してください。そうですね、どっちかというと郡山のお客様以外にも県外のお客様がたくさん来るもんですから、できれば福島県の器を使い、できれば福島県の美味しいものを皆さんに提供しようと思って、だから郡山名物とかそういうんじゃなくてこう大きく見て福島県のものをでっていう思いはしておりますね、うん、はい、何せタレがね、はい、創業以来のタレをつけだれ で、はいはい、焼き鳥は絶対の自信作です。お、焼き鳥は負けねえぞって感じました、ね、負けねえぞですね。よその焼き鳥屋さんは分かりませんが、はい、つけだれをずっと続いてるってことはあんまりないんでしょ。いや、それでもないんですか。タレっていうのは基本的にみんなそうですか、継ぎ足し継ぎ足し、ね、そうすると65年ですからね、すごいね、これは絶対予想に負けてない、はい、あの火事でも地震でも何はともあれタレを守れって核になってます。そ そう、うなぎ屋さんと同じですね。はい、そうですね、はい、何があってもタレを守れ、ね、あ、この間の地震も本当にもうタレ、うん、タレだっていうしか頭なかったですね、あの揺れの時に。ああ、そうか、東日本大震災の時に、はいはいはい、タレを守るんだっていう、そう、タレタレタレも頭の中タレでしたね。他のものはみんな落ちましたけど。あ、そうですか、はい、あ、そのぐらい重要なものなんですね、はい、でしょうね、はい、
なるほどね。そしてそのメインは焼き鳥なんですが、まあ、先週もご紹介しましたがここに、ね、色紙があります、はい、もう本当に、ね、一部お持ちいただいたんですが、うんうん、目の前にあるのが登山家の田部井淳子さん。田部井さんね。田部井さんとはどういう関係だったんですか？あのおじいちゃんも山登りをしてまして、あの、はい、田部井さんとはとてもなんかお友達のように知ってられましたね。山をご案内したり、あの田部井さんの裏番台の別荘なんかにも随分おじいちゃんは関わってたっていう話でしたね。はい、そうですか、はい、こうずっと名前だけでもちょっと大谷さんちょっと紹介しましょう。ね、私が見て、うん、あのすごいなと思ったのが、市川崑監督とか、それからね、これ本当と思ったんですが、はい、森重久弥さん、すごいね、森重久弥さん、ね、うん、ハニスムさん、うん、これすいませんが今私見てるこれ三木のり平さんって本当ですか？三木のり平さんですよ、自分の似顔絵まで、はい、1976年10月の21日、はい、来てらっしゃるんですね、うん、すごいね。いや杉村春子さん、はい、お宇野重吉さん、すごいね、宇野重吉なんてね、今の若い方は知らないですよ、ね、息子さんのルビーの指輪の方が知ってますよね。そうそうそう、ルビーの指輪もわからないかもしれないですね。椎名林蔵さん、はい、一日の苦労はその日一日だけで十分であるって、おう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 、いや素晴らしい一言ですね。それからですね、うん、柳屋小さんさんでしょ。柳屋小さん、懐かしい方ですね。新田さん、はい、これ誰だと思いますか？山下清さんじゃないでしょうか。山下清ってあの画家の山下清さん、あの私の時代じゃないですね、おじいちゃんの時代でした。おじいちゃん時代ね、はい、何かご注文はって聞いたら、バナナが食べたいって言ったそうです。山下清さん、はい、だからおじいちゃんは果物屋さんにバナナ買いに飛んで行ったそうです。そういう話は聞いてますね、はい、すごいね。そうですか、注文した時にバナナが食べた。これこの山下清さんの、うん、書いたやつなんでしょ。はい、そうです。これ今流行りのお宝に出せたら大変な値段ついちゃうんじゃないでしょうか。いや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 。ねえ、ねえ、ねえ、値段つかないかもしれませんね。ねえ、花ですね、これね、コスモスか菊かね、なんかね、そういう感じの花ですよね。すごいですね。いやー、その他にもね、たくさんありますよ。あ、これ森重久弥さんの一言いいんですよ。悲しかろうが寂しかろうが苦しかろうがへのカッパ。おお、カッパの絵が描いたんです。文字ってね。ねえ、これは使えそうですね、今のは。ねえ、これ市川崑さんもカッパの女性の絵を描いてくれてますよ。はい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 。ねえ、いやーすごいですね。その他にもね、いろんな方がいらっしゃる。この吉田健一ってまさかあの吉田茂さんの、あ、息子さんですね。あの、はい、はいはい、吉田茂さんの息子さん、はい、国文学者でしたけども。ああ、そうですか。林家正蔵さん、うん、しかし、ね、今日一部お持ちいただいたんですが、うん、こういう方々で、はい、なんか思い出深い方のちょっと話をしていただけますか。思い出深い、あ、はい、あの黒柳さんをお見えになった時の話でしょうか。黒柳徹子さん、はい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 、あのお芝居で跳ねてからうちにあの劇団の方とお見えになったんですが、あのごちそうというよりはあの地元の煮物とかサラダとかそんなのを出したらトロクモっても喜んでいただきまして、はい、色紙が欲しいな、色紙が欲しいなと喉まで出たかったんですから、ミーハーはやめようと思って。それは言ってないんですね、うん、あの遠慮しましたね、はいはい、そしたら久野柳さん、あの召し上がったもの大変感激してくださいまして、後からスタッフの方に色紙をあのお預けいただいてうちに届けていただきました。それでとても美味しゅうございました、ありがとうございましたっていう色紙頂戴しましたね。嬉しかったですね、はい、相手の心を読めるんですね、はい、素晴らしい。ここにあります、黒柳徹子さんの色紙です。1993年ですか、はい、の7月1日においでになってるんですね、はい、本当嬉しいですね。とても優しい方でしたね。ああ、そうですか、はい、さあそれではね、渡辺恵子さん、おかみのリクエストをいただいておりますのでご紹介しましょう。サザンオールスターズのチャコの海岸物語、はい、これはどうしてこの曲を。サザンも同じ年代なんですね。そうなんです、はいはい、それで学生時代よく聞きましたですね。そうですか、はい、じゃあ行きましょうね、はい、ありがとうございます、はい、サザンオールスターズチャコの海岸物語です。
花春酒蔵カッパの神渡辺久栄子さんのリクエスト、サザンオールスターズ着の海岸物語を聴いただきました、ね。同じね、私たち昭和30年、そうですね、1995年生まれということで、はいはい、サザンの桑田さんとも大体ね一緒ですもんね。そうですね、はい、ね、サザンと一緒に来ましたよね、はい、センセーションでしたね。本当ですね、はい、ありがとうございました。開口一番夢一番ラジオラウンドテーブル、この番組は後楽園会長花春酒造社長新井達大さんとともにお送りしています。今月11月のゲストは郡山市にあります花春酒蔵カッパの女将渡辺恵子さんでございます。はい、新井さん、また来週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、渡辺恵子さん、また来週もよろしくお願いしますね、はい、よろしくお願いいたします。はい、開口一番夢一番ラジオラウンドテーブル、この番組は後楽園花春酒造の提供でお送りいたしました。